職場。うちの人。スラムの様子は。テレビで。すごいな。すごいな。駅前屋台で何か食べてるの。昼しかやってない。ここ警備する必要あんのかな。夜の列車の場なんて。させやがってダメかと思ったじゃない。お前らの顔見てろ。嘘、泣いてる。友人っていいよな。なんだよ、恥ずかしいやつ。お前らに何かあった時は俺が頑張るからな。何かってなんだよ。本日の列車の運行は終了しました。今後の列車の運行については明日の朝以降連絡が入り次第お知らせします。一番魔鋼の爆破に伴う臨時列車の運行は終了しています。列車到着をお待ちの方は本日はお帰りください。このバーガー屋を譲った時は俺は言ったんだ。金のためじゃなく人の疲れたぞ。それも見ない。壊れちゃった。俺のお気に入りは深夜限定メニュー揚げたて丸けのフライと揚げたて丸ごと丸けのフライト、どっちがですか。今日もお疲れ様です。はい、ここで待ち合わせなの。すごかったんだぞ、マコロの炎。犯人ってどういう…プレートとスラムの差があるのはマコロのせいなんだ。これで俺らの生活も変わる。爆破の犯人を探して町中に行く。八番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。またあいつか。すまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯、ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。危険、ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。はい、この先はモンスターがいて危険だ。帰りな。なんだよ、通さねえぞ。現在緊急事態につき
こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。はい。ひどい。休みでよかった。仕事どうなるんだろう。きつい。みんな避難できたの？人口グループの特定を急いでいます。捜査の助けとなる情報提供には賞金があります。最寄りの治安維持兵もしくは神田警備本部にご連絡ください。なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親を。かわいい美人。マリ。父ちゃんお帰りなさい。ただいま。お帰り。ああいい子にしてたぞ。うん、ティファと遊んでた。おお、そうかよ。しよしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃ、お休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと、外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ。
マリンをビビらせんなよ。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上、どんな感じだった？まあ、混乱していたな。魔法炉が爆破された瞬間、ごめんね、巻き込んで。すごい揺れ。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。神羅を憎む気持ちも分かる。うん。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組も神羅が作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。ティファの部屋だ。今はその時じゃない。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はぁ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。
203か。ティファを起こしてどうする？おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子はあたしの孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。ほら、ほうけてないで、さっさとセブンスヘブンへお行き。こんな強硬手段を許すとは、知る。自警団が見回り強化してくれ。協力者を選定中。ウェッジの言ってたやつか。ウェッジのでけえ剣だな。何を言うの？怪我したくなけりゃ近づくんじゃねえ。危険、ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。
この先に用はない。戻るか。協力者を選定中。列車が動かねえと食料も日用品も不足するでしょう。パニックも起きねえと心配もない。スラムの治安は自警団。自警団の建物もあちこちガタが来てるわね。修理したいが、あの明日か。展望像の空き部屋借りようと思ったらもう埋まっちゃったんだ。ティファちゃんのお隣さんになるチャンスだったの。7番街スラムといえばチリビーンズ。お兄さんも、うちのチリビーンズは全部だ。ラブレスのチケット。この先の空き地はモンスターの巣窟だ。荒くれ者しか近づかねえぞ。行くんなら気をつけな。おい、このシミは血の跡か。おっと、商品を譲ってもらうときに間違ってついちまったかな。気をつけろ、価値が下がる。高級な進路製品。この土管通りなら表の店じゃ見つけない。仕入れ元は詮索するな。ウォールマーケットのミツバチの館でお気に入りの子を見つけた。
どうだ、イカス曲だろ。気に入ったならほらやるよ。ゴミ山崩落中につき立ち入り禁止。立ち入り禁止だ。日用品やら足りなくなったりしねえな。マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。あ、お守り代わり。
さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは、JS フィルダーの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいことやったな。その役も変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド！そうだ、せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみよう。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする？おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。上が困るのは。マーレさん、フィルター交換です。ティーファー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、
効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それよりバレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな、あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。ああ、チンピラに見せる品はねえ。行った行った。銃の持ち手のところはもう少し軽量。武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ武器屋持とう。瓦礫通りのモンスターなんとかしねえとな。明日俺が。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る、これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。
できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああそれから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。自警団は町の人の寄付金で運営してるんだ。自警団で町を巡回してるからいろんな人と顔見知りっす。瓦礫通りはスラムの西の方、モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。ルキア、チンピラに見せる品はねえ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。クラウドの の戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。
せて。クラウドができたらモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。さあ、強く、やっ。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さあ、ビックスたちのところに戻ろう。協力者を選定中。今月のモンスター討伐数が出たよ。ルキア、瓦礫通りのモンスター、もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド、なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、2人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。おい、あんた、どんなモンスターも倒す、何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら。さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。
詫び代わりだ。強い奴が使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ、どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。者を選定中。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、筋性の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。
またモンスターが。瓦礫通り綺麗にしたって。やるじゃねえか。ティファちゃん頑張れよ。見破るマテリアのバトルレポートを達成したか。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。うまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？